はい、アコギチャンネルです。今回はアンケート結果のご報告をします。10月14日からコミュニティでアンケートを開始したのですが、1ヶ月経ったのでアンケートの結果を振り返ってみたいと思います。この動画を見るとギターを弾いている方の悩みや意見がわかりますので、最後まで見てください。アコギチャンネルではギター初心者がうまく弾けるテクニックや作曲方法、オリジナル曲を配信しています。チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。また東京で個人レッスンの無料説明会をしていますので、ご興味のある方は概要欄のホームページからお問い合わせください。それでは始めます。まずアンケートに答えていただきありがとうございます。アンケートを始めた理由ですが、視聴者さんが見たい動画を制作するためには視聴者さんの興味関心を知ることが大事と思い始めました。またアンケートを通じて視聴者さんとコミュニケーションを取ることで距離感が縮まることを期待して始めました。なので今後もアンケートを通じてコミュニケーションを取っていきたいと考えていますので、アンケートに答えていただけると嬉しいです。それではアンケートの結果を見ていきます。アンケートは全部で35個です。1問目はどのギターが一番好きですか。アコースティックギターが 76%、 クラシックギターが 3%、 エレキギターが 21% という結果ですね。アコギチャンネルなのでやっぱりアコースティックギターが一番好きな人が8割、約8割いますね。多いですね。エレキギターが一番好きという人が 21% いるというのはちょっと驚きましたね。クラシックギターは 3%、 あまり人気がないですね。僕はクラシックギターを一番最初に弾きました。父親のクラシックギターが家にあって、ヤマハの古いギターがありまして、でそのギターをずっと小学生の時から中学2年の時まで弾いていましたね。でクラシックギターがもう壊れてしまったので、中学2年の時に親にアコースティックギターを、やっぱり一番安いヤマハのギターを、アコギを買ってもらいましたね。なのでクラシックギターもまあまあ好きですし、あの柔らかい音が好きですし、アコースティックギターのキレのある音も好きですね。どっちも僕は好きですね。それでは2問目いきます。ギター弾きのあなたの血液型は、A 型 33%、 AB 型 21%、 B 型 21%、 O 型 25%。 これはですね、興味本位でアンケートを取ったのですけども、ギターを弾く人って何型が多いんだろうっていう興味本位で本当に取りました。でもこれを見ると A 型が1番多くて、 O 型が2番で、AB 型と B 型が3番。ということは、まあ、ほぼ、あれですね、血液型の多い順に並んだということなので、まあ、ギターが好きだからっていうのはあんまり関係ないかもしれないですね、この結果は。僕は B 型なので、ちょっと B 型が多いんじゃないかなって期待して撮ったりもしたんですけど、A 型が一番でしたね。なるほど、わかりました。次は3問目いきます。3番目。あなたのギターの悩みは、コードが綺麗にならない 17%、コードチェンジがうまくできない 58%、ストロークがうまく弾けない 17%、アルペジオがうまく弾けない 8%。コードチェンジがうまくできないという方が 58% 見る。これはなんかわかるような気がします。僕もそうでした。初心者の頃はコードチェンジがうまくできませんでした。ただ、コードが綺麗にならないというのが 17% で結構低いんですよね、数字が。これは僕びっくりしましたね。僕コードも綺麗にならなかったので、コードは綺麗にならないという人がもうちょっと多いんじゃないかなと思ってたんで、結構意外な、そこのところだけが意外でしたね。それでは4番目に行きます。
ギターを始めた理由は、かっこいいから、モテそうだから 7%、弾き語りをしたいから 59%、バンドを組みたいから 7%、作曲をしたいから 19%、その他 7%。弾き語りをしたいからが 59% というのは意外でしたね。なぜかというと、僕の個人レッスンの生徒さんで、弾き語りをしたいからギターを始めたという人が一人もいなかったので、結構驚きましたね。あと、もう一つ作曲をしたいからギターを始めたという方が 19% いるというのも意外に多くてびっくりしました。僕はもう作曲をしたいからギターを始めたんですけれども、まあ、当然弾き語りもしたかったんですが、こんなにも弾き語りをしたいからという方が多いとは思わなかったですね。なのでこのアンケート結果を見て弾き語りについてちょっと動画を多く作っていこうかなというふうに考えました。それでは次の5番目。どんな曲を弾き語りしたい？バラード、泣ける曲が 18%、ロック、燃え上がる曲が 36%、ポップス、おしゃれな曲が 36%、R&B、渋い曲が 9%、その他は 0%。これも僕、この結果はびっくりしました。バラードが多いんじゃないかなって予想していたんですけれども、バラードよりもロックとポップスの方が弾き語りしたいという方が多いんですね。これはびっくりしましたね。弾き語りをしたい人ってやっぱりバラードが多いんじゃないかなっていうふうに考えていたんですけど、これはもう僕の先入観でしたね。これはびっくりしましたね。それでは次のアンケート6番目は、いくらのギターを持っていますか？1万円以下が 15%、1万から5万円が 45%、5万から10万円が 23%、10万から20万円が 8%、20万円以上が 10%、1位は1万から5万円。そうですね。これは僕の予想通りでしたね。だいたい2、3万円のギターを持っている人が多いんじゃないかなっていうふうに予想していました。僕も先ほど話したようにヤマハの一番安い初心者ギターセットをですね、お茶の水の楽器店で買いましたね。その次は確か8万か9万ぐらいのオベーションを買いました。で、その次に今使っているヤイリのギター10万円ぐらいしたかなを使ってますね。これはですね、興味本位で聞いてみました。それでは次の7番目は、ギターでよく弾く音楽はフォークソング 5%、 歌謡曲 14%、 ポップス 41%、 ロック 41%、 R&B あるいはジャズが 0%。これも僕ちょっとびっくりしたんですけど、やっぱりさっきの5番目のアンケートでロックとポップスが弾き語りをしたいという人が一番多かったんですけども、それと同じですね。やっぱりロックとポップスをよく弾くっていう感じなんですね。どんなアーティストを聴いてるんですかね。知りたいですね。フォークソングが 5% しかいないっていうのはちょっとびっくりしましたね。意外に少ないんだなっていう。というのはですね、個人レッスンの生徒さんはほとんどフォークソングを弾きたいという方しかいなかったので、しかいないということはないんですけども、もう8、9割ぐらいはフォークソングを教えてくださいという生徒さんばっかりなので、フォークソングが 5% しかいないっていうのはちょっと意外でした。それでは次に行きます。8番目のアンケートは、今一番苦労しているバレエコードは F、F シャープ 28%、F マイナー、F シャープマイナー、G マイナー、G シャープマイナー 8%、B フラット B 52%、B マイナー、C マイナー、C シャープマイナー 8%、その他が 4%。これはですね、まあ僕の予想通りかなと思いました。まあ B フラットとか B が一番難しいと思うので、
やはり結果も一番多いですね、 52% で、次は F シャープ 28%、 2番目ですよね。これはまあ僕の予想通りかなと思います。やっぱりバレエコードで一番難しいのはこの B フラットか B、 あの指の形だと思います。ギターを弾き始めて何年ぐらい、結構もうほんと3年とか5年ぐらいまでうまく弾けなかったですね。僕は音が出なかったですね。必ずどっかの弦が鳴りませんでしたね。で、 F コードは当然難しいんですけれども、 F コードは3年ぐらいしたら音が綺麗になるようになりましたね。僕の生徒さんでも F コードは音はすぐになるようになります。早い人は本当教えても10分20分でなるようになりますし、ならない人でも一番長い人でも2週間3週間すればなりましたね。ただ B フラットとか B コードっていうのはならない人はやっぱり生徒さん多かったですね。必ずどこかの弦がならない、それだけやっぱり難しいコードだと思います。それでは次行きましょう。弾き語りの悩みはコードチェンジができなくなる 42%、 ストロークを間違えてしまう 23%、 アルペジオを間違えてしまう 12%、 歌が歌えなくなってしまう 23%、 その他 0%。 コードチェンジができなくなるっていうのが一番多いですね。これは先ほどのアンケートでコードチェンジが難しいという方が多かったのと似たような原因というか、やっぱりギターが苦手なんじゃないかなと思います。まだこのもうちょっとギターが慣れてきたら、コードチェンジがうまくできるようになってきたら、歌いながらギターを弾くこともできるようになっていくんじゃないかなと思います。歌が歌えなくなってしまうというのも多分ギターの方に意識が集中してしまい、歌がおろそかになってしまうんじゃないかなと思います。あとストロークを間違えてしまう、アルペジオを間違えてしまうというのもやっぱり同様ですね。左手に意識が集中しちゃうから、右手のストロークやアルペジオがこんがらがってうまく弾けなくなってしまうんじゃないかなと、これは僕の実際の経験からそう思いますね。一つのアドバイスとしては、ギターをまずちゃんと弾けるように練習して、その次に歌を歌うようにすればいいんじゃないかなと思います。僕がしてたのはギターを意識して歌はおろそかにして歌うみたいな感じでしたね。要するにギターをしっかり弾く代わり、歌はふんふんふんっていう鼻歌を歌って弾き語りをしていました。要するに歌は間違ってもいいやっていう感じでしたね。で、そうしていくうちにギターがうまく弾けるようになってきて、歌も歌えるようになっていったっていう記憶があります。なのでいっぱい弾き語りを、してください。そうすれば慣れてきますので、コードチェンジもできるし、ストローク、アルペジオもできるし、歌も歌いながら弾き語りができるようになると思います。次のアンケート10番目。どの動画に一番興味がありますか？弾き語りができるようになる動画 13%、 コードチェンジができるようになる動画 43%、コードが抑えられるようになる動画 13%、 ストロークアルペジオが弾けるようになる動画 10%、 作曲ができるようになる動画 20%、これもあれですね、やっぱりコードチェンジの動画が一番多くて、2番目が作曲ができるようになる動画ですね。やっぱりあれですね、コードチェンジですね、コードチェンジが難しいというのが大体共通して一番多いんだなっていうのが分かりましたね。なので今後はコードチェンジに関しての動画をもう少し増やしていこうかなと思います。
確かこのアンケート結果を見てコードチェンジに関しての動画を1本作ったような気がします。もしよかったら動画をご覧ください。次に11番目のアンケート、どのコードチェンジが苦手？オープンコードからオープンコード 8%、 オープンコードからバレーコード 41%、 バレーコードからオープンコード 0%、バレーコードからバレーコード 38%、 すべてのコードチェンジ 14%。 1番がオープンコードからバレーコードですね。で、次にバレーコードからバレーコード、これは結構意外でしたね。僕は一番多いのがバレーコードからバレーコードのコードチェンジが一番難しいんじゃないかなと思っていたんですけれども、オープンコードからバレーコードのコードチェンジが難しいと感じている方が一番多かったということですね。確かにオープンコード、例えば G から F にコードチェンジするのは難しいですよね。僕もずっとできなかったですね。オープンコードからバレーコードへのコードチェンジの動画は作ったので、ぜひご覧ください。12番目、アンケートはギターの苦手を演奏した動画を送信する、アドバイスの動画を受信するというサービスがあったら利用しますか？はい 64%、 いいえ 14%、 わからない 21%。 これはすごい予想外でしたね。はいが 64% もいるとは思わなかったです。いいえの方が多いと思っていましたので、やっぱりね、自分で動画を撮影するのって正直ちょっと面倒くさいし、その動画を送信するのも面倒くさいんじゃないかなと思っていたんですけども、はいが多いのは本当に予想外でびっくりしました。で、なんでこんなアンケートを取ったのかというと、このようなサービスを開始しようかなっていうふうに思いまして、とりあえずアンケートを取ってみました。結構多かったので実際やってみようかなと思っています。なんでオンラインじゃないの、とオンラインレッスンじゃないのっていう風になると思うんですね。別にオンラインレッスンでもできるじゃないかっていう風にご意見もあると思うんですけども、実際ですね、コロナで対面の個人レッスンができなかった時にオンラインレッスンに切り替えてやったんですね。そしたらですね、まあ、あんまり良くなかったっていうのが正直な感想で、何が良くなかったかというと、ギターの音がジャラーンってこうコード弾いた時に音が割れちゃうんですよね。あの音が汚くてよく聞き取れなくなっちゃうんですね。そうするとその生徒さんのどこの弦がうまくなってないのかとか、どこが悪いのかっていうのがわからないんですよね。音で判断ができなかったっていう点と、あとやっぱり音、映像と音に若干のズレがあって音が遅れてくるんですよね。あれが結構ストレスになってしまって、ちょっとオンラインレッスンはあんまり良くないなっていうふうに感じたんですよね。映像はすごいいいんですけどね、映像はとても綺麗で問題ないんですけども、音なんですよね。なのでその問題をクリアできるのはやっぱり自分で、生徒さんが自分でクリアなその映像とクリアな音で録画した動画を送ってもらえれば解決できると思って、このようなサービスを開始したらどうかなと思ったんです。このサービスは来年あたりぐらいから始めようかなっていうふうに計画していますので、このサービスを開始することが決定しましたら、また動画あるいはここのコミュニティで報告しますので、よろしくお願いします。それでは13番目のアンケート結果、何分の動画が見やすいですか？1分以内 3%、 2分から5分 33%、6分から10分 53%、 11分から20分 7%、 21分から30分 3%。 これは6分から10分が 53%、 まあそうかなと思いました。で、2分から5分が 33% が 2番、
そうですね。なので、だいたい5分から10分ぐらいでいいのかなっていうふうに思います。ただですね、結構10分の動画作るのって大変なんですよね。なので、最近僕はですね、5分以内の動画が多かったと思います。あんまり無理して長い動画を作っても良くないかなというふうに思ったので、必要な情報だけをこうキュッとこうまとめて作るとですね、どうしても4分とか5分、長くても6分ぐらいにまとまってしまうんですよね。あんまり長いと見てる方も飽きちゃうんじゃないかなというふうに、これは僕の勝手な意見なんですけども、そう感じていたので、ただこのアンケート結果を見た結果、10分ぐらいまでだったらいいということなので、今後はですね、10分ぐらいまでのちょっと尺を長くして作っていこうかなと思います。それでは次14番目のアンケート。動画で救急車のサイレン、飛行機や自動車の通過音、子供の声、犬の鳴き声などの生活音が聞こえたら気になりますが、気になる、聞こえないようにしてほしい 16%、気にならない、聞こえても大丈夫 84%。これは結構予想外でしたね。だいたい気になる、聞こえないようにしてほしいという方の方が多いと僕は思っていたので、びっくりしました。このアンケートをした理由というのはですね、僕の家がですね、上空がですね、この飛行機の通り道なんですよね。それで、ひっきりなしに結構飛んでいて、音が結構、本当に朝のもう、早くから夜の深夜まで、ずっと聞こえるんですよ。家の前には道路があって、車が通るんですよね、頻繁に。住宅街なので、ご近所さんの声、子供の声とか、あと、犬を飼ってる方も多いので、結構ワン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 すごい聞こえるんですよね。あと、飼わなかったんですけど、あと洗濯機の回る音とかも結構大きくて、動画を撮るときはそういう音が入らない、生活音が入らないように、そういう音が収まるまで撮影しないで、収まったら撮影するっていうようにしていたんですけども、すごい時間かかるんですよね、それをやっていると。5、6分の動画を作るのでも、1時間半ぐらい撮影していると思うんですよね。で、そのうちの30分ぐらいは、音が止むまで撮影しないので、その待機時間っていうんですかね。それは30分ぐらいあるので、性格上ですね、どうしても自分が気になってしまうので、とりあえず今のところ音が止んでから撮影するようにしてます。あと、Adobe Premiere Pro で編集してるんですけど、雑音を除去するプラグインがあるので、それをかけてなるべく聞こえないように編集しています。でも結構ですね、気にならない、聞こえても大丈夫っていう方が多かったんで、救われましたね。ありがとうございます。15番目のアンケート、あなたが練習したギター弾き語りの動画かっこサビのみをアコギチャンネルで投稿したいですか。いいえ 89%、 はい 11%。 うん、圧倒的にやっぱりいいえですね。これは予想通りだったかなと思います。一人でも二人でも投稿したいという方がいらっしゃったら別にいいのかなというふうに思ってるので、もうちょっと人数が増えたらやってもいいかなというふうに思います。その応募した時に10名ぐらい来るようになったら、このような企画もやってみたら結構面白いんじゃないかなというふうに思いますので、またその機会が来たら報告します。16番。作曲の悩みは、作曲の方法がわからない 57%。メロディーが全く思い浮かばない 7%、 良いメロディーができない 36%、 その他は 0%。 作曲の方法がわからないっていうのが一番多いですね。で、2番目が良いメロディーができない、作曲はできるけれども良いメロディーができないっていうことですね、 36%。 作曲の方法がわからないっていうのはですね、動画いくつか僕も作曲の方法について動画出しているんですけども、作曲の方法がわからない方は、
既存曲のコード進行をそのまま弾いて、でそのコード進行に自分でメロディーをつけて作曲するというのが良い練習になると思います。でその練習をすることでなんとなくですね、作曲のイロハが分かってき始めますので、そしたら徐々にコードを変えていって、コードを変えるともちろんメロディーも変わりますので、だんだんこう自分のオリジナリティが反映されてきますので、そのような順番で作曲をしていくのが、作曲を練習するのがいいと思います。ですごい慣れてくるとコードなんて弾かなくてもメロディーだけが思い浮かぶようになると思いますので、まずはそのコードを弾いてみて、そのコードに対して鼻歌で構わないのでメロディーを作るという練習をしてみると良いと思います。それでは17番目のアンケート、楽曲にバレエコードが何個あると嫌ですか。1個 28%、 2個 10%、 3個 21%、 4個 21%、 5個以上 21%。 1個で 28% いるということは、1個でもあるともう嫌だっていう感じですよね。僕もそうでしたね。2個3個ぐらいあると指が痛くなってバレエコード弾けなくなっちゃうっていう、ね、10分も15分ももうそれ以上弾けなくなっちゃっていましたね。このアンケートをした理由はですね、どれだけバレエコードが皆さんは苦手なのかというのを知りたかったんですよね。なのでやはりですね、バレエコードに関する動画をもう少し増やしていこうかなというふうに考えました。それでは次18番目のアンケート、 B コードが苦手な人は何弦が綺麗になりませんか。1弦 11%、 2弦 53%、 3弦 11%、 4弦 21%、 5弦 5%。 一番多いのが2弦の 53% ですね。で2番目が4弦の 21%。 この結果はですね、予想外でしたね。僕は4弦が一番多くて、2番目が5弦だと思っていました。なので2弦が鳴らないっていうのはですね、結構びっくりしましたね。2弦って一番鳴る弦なんじゃないかなっていうふうに。僕も B コードすごい初心者の頃苦手で音が鳴らなかったんですけども、1弦と2弦と3弦は綺麗になっていました。で、4弦と5弦は全く鳴らなかったんですね。なのでこのアンケート結果を見て、すぐに2弦が上手くなるためにはどうしたらいいかっていう動画を作りましたので、ぜひご覧ください。動画を見れば2弦が綺麗になる方法がわかりますので、ぜひ見てください。それでは次19番目のアンケート、 YouTube を何時くらいに見ていますか。6時から12時10%、 12時から17時 5%、 17時から21時 5%、 21時から24時 76%、 24時から6時 5%。 圧倒的に21時から24時の間ですね。やっぱり学校とか仕事が終わって帰宅して夕飯とか食べたり、お風呂とか入った後にくつろいでいる時間に YouTube を見るという感じですかね。僕もだいたい YouTube 見るのが9時10時以降から見ることが多いので、このアンケートを取った理由はですね、何時に動画を投稿しようかなっていうふうにちょっと考え直そうかなというふうに思っていたので、基本的に18時に投稿してるんですけども、時々編集に時間がかかってしまって遅くなってしまう時があるんですね。20時とか21時ぐらいになってしまうことがあって、そうするとその日はもう投稿しないで次の日に投稿するようにしていたんですけども、まあ、20とか21時ぐらいだったらその日に投稿しても大丈夫なんだなということが分かりました。それでは次に20番目のアンケート、動画に字幕はあった方が良いですか。あった方が良い 73%、 なくても良い 14%、 どちらでも良い 14%、
あった方が良い 73% がもうダントツ多いですね。これは結構予想外でしたね。というのはですね、結構僕聞き取りやすいように喋ることを心がけているので、字幕がなくても聞き取れるんじゃないかなというふうに思っていたんですけども、やっぱり聞き取りにくいですかね、僕の話し方は。滑舌が良くないのは自分でもよくわかってるんですけれども、もう何度も何度も取り直してるんですね、実を言うと。でもこのアンケート結果を見てから字幕は必ずつけています。でもこの字幕をつける編集がですね、結構大変なんですよね。なのでもしかしたら徐々に減らしていくかもしれないんですけども、今のところですね、字幕はほぼ完璧につけようかなっていうふうに考えています。それでは21番目のアンケート、 YouTube を何で見ていますか。パソコン 5%、 Android 43%、 iPhone 45%、 iPad 8%、 その他 0%。 この結果はですね、予想外でしたね。すごい予想外でした。パソコンが一番多いのかと思っていたんですけども、5% しかいないっていうのはすごいびっくりしましたね。で、Android と iPhone、まあこれも携帯なのでこれ足すと 88%、 9割の方がスマホで見てるっていうことになりますよね。となると字幕とかももうちょっと文字の大きさを大きくしないと見づらいのかなっていうふうに思ったりもしたんですけど、どうでしょうか、見えてるんでしょうか。僕はパソコンで編集しているので、まあ字幕の文字の大きさが小さくても読めるんですけれども、スマホとかで見ると結構小さくて見えないんじゃないかなっていうふうになんとなく感じているんですけども、どうでしょうか。スマホで見てる人が多いんだよっていうことを意識して今後の動画を作っていきたいなというふうに考えが改められました。それでは22番目のアンケート、ギターの練習時間は1時間以内が 61%、 2時間が 18%、 3時間 6%、 4時間 8%、 その他が 8%。 多分4時間以上っていうことだと思いますけども、1時間以内が 61% でほとんどですね。まあ、これはわかります。なんとなく。僕もそうだったので、だいたい1時間、長くて2時間でしたね、僕も。なんで1時間以内なのかというと、単純に指が痛くてそれ以上練習できなかったという記憶があります。あと手が疲れて痛くなって1時間以上弾けないっていうのがありましたね。大体バレーコートとかあると本当15分とか30分ぐらいでもう弾けなくなっていましたので、ただしギターにある程度慣れてきてバレーコートとか弾いてても指が痛くならない、手が疲れないっていう風になると2時間とか3時間とか4時間とか弾けるようになってきますので、そうなってくると練習時間も自然と長くなっていきましたね。3、4時間ぐらいやってた記憶があります。でも1時間でも練習するのはすごい大切なので、今の現状を守ってくれればすごいいいんじゃないかなっていうふうに思います。あまりね、無理して指痛めてまで長い時間する必要はないので、もちろん長い時間練習すればするほどギターの上達も早くなると思いますので、3時間4時間それ以上やってる方も維持して頑張っていただければ早く上達するんじゃないかなと思うので、ぜひ頑張ってください。次は23番目のアンケート、どちらのタイプの動画を見たいですか。気軽に見て学ぶ娯楽的なレッスン動画 32%、 集中して見て学ぶ本格的なレッスン動画 68%。 これはですね、意外でしたね。どちらかというと僕の動画は集中してみて学ぶ本格的なレッスン動画なんですね。なんかこう面白みがあった方がもうちょっと多くの方が見てくれるんじゃないかなというふうに思ってこのアンケートを取ったんですけども、思ったよりも集中してみて学ぶ本格的なレッスン動画を好んでいる方が
多いということが分かりましたのでびっくりしましたね。でも 32% は気軽に見て学ぶ娯楽的なレッスン動画を見たいということなので、こっちのタイプの動画も今後は増やしていきたいなというふうに思いました。それでは24番目のアンケート、ギターを週に何日間練習しますか。0から1日が 16%、 2日から3日が 14%、 4から5日が 21%、 6日から7日が 49%。 これはですね、結構びっくりしましたね。ほぼ1週間毎日練習してる方が 49% いらっしゃるということで、素晴らしいですね。これはもうギターはですね、ギターに限らず楽器って1日でも弾かなくなると、その忘れちゃう、指がね、こう動きがちょっと悪くなっちゃうっていうによく言われていて、できればですね、1日に本当に10分15分でもいいのでギターを弾くっていうのはすごいおすすめします。生徒さんにも必ず5分でも10分でもいいからギター触るようにしてくださいねっていうふうにアドバイスしていたんですけれども、毎日練習してるっていうのは本当偉いなっていうふうに思います。仕事が忙しかったり学校が忙しかったりして、まあ勉強とかねありますからね、ギターが弾けないっていうのは当然あると思うので、そこのところは人それぞれの事情がありますので、もう何とも言えないんですけどもね、本当にもう仕事が帰ってくるのが9時10時ぐらいでとてもギターなんて弾けないよという方は、例えば週末だけでもいいのでちょっと時間を多めにとってギターを弾くとかっていう風にすればいいんじゃないかなという風に思います。それでは25番目のアンケート、ギター歴は何年ですか。半年未満 48%、 1年 26%、 2年 7%、 3年 7%、 4年以上 11%。 これは結構僕びっくりしたんですけど、半年未満の方が 48% いらっしゃるっていうのはびっくりしました。結構本当ギター始めて間もない方が多いんだなっていうのがちょっとびっくりしましたね。なので今後は半年未満の方が見たい動画を増やしていこうかなと思いました。ギター初心者さんの苦手な演奏の動画を見てアドバイスするという質問コーナーに応募しますか。例 F コードが鳴らないからアドバイスしてほしい、 G から B7 スのコードチェンジがうまくできないからアドバイスしてほしいなど。応募しない 67%、 応募する 33%。まあ応募しない方が多いっていうのはなんとなく感じていました。まあ自分がね弾いている、うまく弾けていない動画を公開されるっていうのは確かにあんまり良くないですもんね。心情的に嫌ですもんね。ただその手元しか映らないから個人が特定されるっていうことはないのでいいんじゃないかなとは思っていたんですけども、確か他のギターチャンネルの動画でこのようなことをやってるのを見たので、まあ結構面白いんじゃないかなと思ったんですけども、結構応募しない方が多いみたいなのでこの企画はしないかなというふうに思います。それでは次、27番目のアンケートですけども、 YouTube をどのように聞いていますか。イヤホンで聞く 31%、 ヘッドホンで聞く 4%、 何もつけないで聞く 62%、 その他 2%。何もつけないで聞く 62% が一番多くて、イヤホンで聞く 31% が2番。これ僕はこうびっくりしたのは、イヤホンで聞く方が 31% もいるんだっていうふうに思いましたね。やっぱり音がよく聞こえるからですかね、それとも音が外に漏れるのは嫌だっていうことなんでしょうかね。僕は何もつけないで聞いているので、イヤホンをつけて聞くっていう習慣がなかったからちょっと驚きましたね。動画を編集するときもイヤホンをつけないで編集してるんですよね。結構こだわってしまうので、イヤホンをつけて編集するともう些細なそのノイズとかが入っているとノイズが気になってしまって、例えばその撮り直しをするとか
するようになっちゃうと思うんですよね。そうなるともう本当何日経っても動画が完成しないっていう状況になるのが性格上分かっているので、イヤホンをなるべくつけないで編集しているんですけども、イヤホンで動画を聞くというのはしてないのでちょっとびっくりしました。それでは28番目のアンケート、 YouTube を主にどこで見ていますか。自宅 90%、 電車バス 0%、 学校 3%、 職場 5%、 その他 3%。 自宅 90%、 これは予想通りでしたね。で、僕が驚いたのは電車バスが 0% というのは結構びっくりしましたね。その通勤とか通学の移動時間で見てる人がいらっしゃらないっていうのはちょっとびっくりしましたね。これ学校 3%、 職場 5% って、これ休み時間に見てるってことなんですかね。授業中には見てないですよね、あの仕事中とかね。それはちょっとやばいですもんね。あとその他 3% ってどこなんですかね。ああ、病院とかかな。ちょっとその他っていうのもちょっと気になったりもしたんですけども、まあ自宅は 90% っていうのはこれは納得できました。29番アンケート、 YouTube で通常動画とショート動画のどちらを見ますか。通常動画 71%、 ショート動画 14%、 両方 14%。 通常動画が 71% っていうのはこれはまあ予想通りでしたね。なんでこのアンケートを取ったかというと、ショート動画を僕は投稿してるんですけども、あんまりショート動画が好ましくないと思う方がいらっしゃるんじゃないかなと思ってアンケートを取りました。おそらく通常動画の方を皆さんは好んでらっしゃるので、ショート動画はなるべく作らないようにした方がいいのかなっていうふうにこのアンケートを見て思いました。ただそのショート動画を作る理由は、アコギチャンネルをまだ知らない人に知ってもらうためには有効な手段なんですね、ショート動画というのは。その新規の、視聴者さんを獲得するためにはショート動画が良いと思ったので、結構ショート動画を作っていたんですけども、バランス的にはやっぱり通常動画を多くしてショート動画は少なくっていう風にした方がいいという風にこのアンケートの結果を見て思いました。30番目、あなたの弾きたい曲を解説する動画を見たいですか。はい、 94%、 いえ 6%。 これはもう予想通りでしたね。僕のその個人レッスンでも、その生徒さんが弾きたい曲を一緒に学んでいくっていうスタイルをとっていますので、ただこれをそのアコギチャンネルの動画で実現するのはちょっと難しいかなと思うんですよね。なぜかというと、 A っていう曲を作ってくれ、 B っていう曲を作ってくれ、 C っていう曲を作ってくれっていうのが結構いろいろあるとですね、A という曲に興味のある方がしか見てくれないと、まあ、再生回数も全然伸びないし、他の視聴者さんは興味ないから見ないってなっちゃうかもしれないんじゃないかなと思ってまして、ただすごい有名な曲で人気のある曲だったら、ああそれだったら見てみようかなっていうことになるので作ってもいいのかなっていうふうに思ったんですけども、これは本当難しいですよね。なので個人レッスンでやってる、先ほどあった動画サービスであなたの弾きたい曲を解説する動画という形のサービスを開始してもいいのかなっていうふうにちょっと思ったりもしたんですけども、どうでしょうね。 YouTube でその曲を配信してる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとこのアンケート結果からは何かしようかなっていうふうには至りませんでしたね。でも弾きたい曲を解説する動画見たいですよね。確かにちょっと考えてみます。31番目のアンケート、練習してもうまく弾けないからギターを諦めようかなと考えていますか。はい 25%、 いいえ 75%。 75% がいいえ、素晴らしいですね。
アコギチャンネルを見てくれている方で、どのぐらいの方がもうやめようかな、ギターやめようかなっていうふうに思ってるのかっていうのをちょっと知りたくなったんですね。もし多かったら、そういう方たち用のための動画を作ってみようかなというふうに思ったんですけれども、ただまあ、諦めようかなっていうふうに考えてるってことは、やっぱり悩みを解決したいと思ってるんですよね。でもどうやれば悩みを解決できるのかっていうのが、ここによって違うと思うんですよね、理由が。ギターを挫折するという方は結構多いんですよね。どっかのギターチャンネルで話してましたけど、1年以内か半年以内に結構の方がもう挫折するらしいですね、ギターを。ギターを半年とか1年で弾けるっていうふうに考えなければいいんじゃないかなというふうに思います。ギターは難しい楽器なので、半年や1年以上かかるものだよっていうのを前提に始めた方が挫折しないんじゃないかなというふうに思いますね。僕の場合は大体なんですけど、5年ぐらいギターを続けてればそこそこ弾けるようになるというふうに考えていましたので、挫折するということはなかったですね。で、5年ぐらい経った時はやっぱりそこそこ弾けるようになったので、楽しくなったので、もうもっともっと上手くなりたいと思い、ずっと続けて今に至るということなので、半年とか1年でギターは弾けるようになるっていう考えがもし終わりのようでしたら、そんなことはないんだよっていうふうに考えた方が、挫折しないでギターを長く続けられると思います。で、ギターを長く弾いていれば確実に上手くなっていきますので、まずそこの考え方をちょっと変えてみると良いかもしれないですね。はい。32番目、 YouTube ライブ配信でギターの質問コーナーをしたら見ますか？見ない 25%、 見る 75%。 これは嬉しいですね。正直言って 75% を見たいという方が嬉しいですね。ただ16票なので、人数がまだまだすごい少ないので、まだ YouTube ライブ配信はしないですね。ライブ配信した時に50人とか来てもらいたいですからね。最低50人から100人は来てもらいたいので、5人とか10人ぐらいしか来てくれないという風になると、まだまだ今はできないかなと思いますので、チャンネル登録者数が大体1万人以上になったら、YouTube ライブ配信をした方がいいのかなという風に今考えています。33番目のアンケート、曲を弾くとき何を見ますか？楽器見 6%、 U フレット 58%、 ギター弾き語り本 18%、 バンドスコア本 15%、 その他 3%。 U フレットがダントツに多いですね。次多かったのがギター弾き語り本、バンドスコア本も多いですね。これはちょっとバンドスコア本が多いっていうのはちょっとびっくりしました。あと楽器ミーが少ないっていうのもびっくりしましたね。僕はずっと楽器ミーオンリーなので、ギター弾き語り本とかバンドスコア本というのは、学生の時は楽器ミーとか U フレットが確かなかったので、本を頼りにギターを弾いていました。今はもう楽器ミーオンリーですね。34番目のアンケート、主にどちらの奏法でギター弾きますか？フィンガーピッキング指弾き 26%、ピック奏法、ピック弾き 59%、両方 15%。 ピック奏法が 59% で一番多いですね。これはまあそうかなというふうに思いましたね。僕はフィンガーピッキングですね。フィンガースタイルってやつですね。激しい曲、ジャガ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 コードばっかり弾くような曲はピックを使います。なので、あ、そう考えると両方になってしまうんですかね。でも、もうほとんど指弾きなので、9割型指弾きですね、僕は。で、1割がピックを使って弾いているという感じですね。ピックに対しての動画を作るとか、フィンガースタイルについての動画を作るっていうのは今のところ考えていないんですけども、なんかいいアイデアというか、いい企画があったら作ってみようかなというふうに思いました。35番目のアンケート。
何個コードを弾けますか？5個未満 13%、 6個から10個 48%、 11個から15個 26%、 16個から20個 4%、 20個以上 9%。 一番多いのが6個から10個ですね。僕も初心者の頃だいたい10個前後だった気がします。このアンケートをした理由というのは、コードで弾ける癒しギター曲という動画シリーズを出しているんですけれども、だいたい何個ぐらいのコードを使うのが一番ベストなのかっていうのはちょっと知りたかったんですね。なのでこのアンケートを取りました。だからだいたい10個から15個ぐらいまでだったら大丈夫なのかなっていうのが分かったので、とても参考になりました。ありがとうございます。アンケートの結果を見て、自分の常識が常識でないことが分かったり、僕が想像していた視聴者さんが求めているものが全く違ったことを知れました。今後もアンケートの結果を反映して、皆さんに役立つ動画を作りますので、アコギチャンネルをよろしくお願いいたします。それではこれで終わりにします。この動画が役に立ったと感じましたら、高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。あなたもアコギチャンネルの仲間になって、一緒にギターや作曲を頑張りましょう。ご視聴どうもありがとうございました。